はい、対戦よろしくお願いします。どうも皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう、ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンシングルレーティング、よろしくお願いします。ということで本日もですね、リスナーさんご提供のジムリーダーズ QR パー楽しんでいきたいと思います。本日のパーティーはカヒリパ、謎に包まれしカヒリパ。ウルトラサンウルトラムーンでイベントが大量に追加されるだろうなんて言われていたけど、結局なんかよくわかんないポーズをしてどこから消えていったカヒリサンパです。はい、なんかすごい見た目によらず結構エグそうなパーティーに仕上がってるんで、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、とりあえずお相手の方のパーティーが何パなのかよくわかってないのと、意外と突破が難しそうなポケモンが一匹二匹いるんで、ちょっと考えながらやっていくんですけど、なんか物理受けするよりは、なんかゴリゴリ削ってっちゃった方がいい感があるんで、とりあえず初手は踊り踊りあたりから入ろうかな。で、ルチャブルドデカ橋かな。一応弱点をしっかりついていく感じの立ち回りでいけたらなと思ってます。対戦よろしくお願いします。いや、今回のカヒリサンパは、あれですからね、なんか、結構役割かぶりがちょんちょんちょんってあるんですけど、それなりに、それなりにどうにかなりそう。うん。で、あと、ステロがめっちゃ、こう飛んできそうなんで、こういうのを初手出しがちが結構容易にできるっていうのが美味しいですね。いけ、踊り踊り。てめえを読んで俺は初手に投げたと、この踊り踊りを。まあ、消えのタスキなんで、まあ、初手かなり性能高いんですけども、フォレトス、そうっすね。目覚めるダンスを、打ちましょうか、素直に。挑発打ってもいいですけどね、さすがに突っ込んでこないんじゃないかなって気はしてるんで、まあ裏を読んで、ここ風かなんかとりあえず一発ぶち込みますか。まあさすがに引きますわな。で、誰が出てくるかですけどね。ミロカロス、なるほど。なるほど、なるほど。まあ、この技打ってもよかったですけど、ちなみにこの踊り踊りの技まし、メザパは地面ですか？なるほど。ヒードラン対策ですね。ヒードランなんかこのレート帯にいるわけがないんですけど、いるわけがないが。カチキーあ、これまずいんじゃないかな、これは。これはまずいのではないでしょうか。そうですね。そうですね。じゃあ、ルチャブル切りますか。これはまずりましたね。まさか勝ち気だとは思わなんだって感じですけど。まあ、勝ち気ミロカロスもワンチャンありますかね。一応クロバット見てこう動かず打ったんですけど、どうかなみたいなとこですけど、はい。まあ、さすがに冷凍ビーム、ネット、まあ、落ちるかな。C2 段階上昇は受かんないでしょう。はい。まあ、そこはしゃあない。まあ、からの受け出しのドデカバシパイセンがいるんで、何の問題もないんじゃないかなって気はしてる。このドデカバシセンパイ、噛んだ。スキルリンク、そして持ち物は暗黒大魔王特有の王者の印。つまりどういうことか、教えてやるぜ。ミロカロス行く！おー、ステロ巻きに来たか、フォレトスで。お、どうぞどうぞ。いくらでもステロ巻いちゃってちょうだいって感じですけど。種マシンガン、あ、ペペ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 。硬い。あべべ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 。勝てー。勝てーよー。あべべ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 。んー、長いだけ。どうせステロ巻くんでしょ。どうせステロ巻くんでしょ。どうせステロ巻かせたって、ステロ撃たれたところで最終的に上から殴ればそれでいいわけですよ、みたいな。そういうとこですか。ニトチャー撃ってさ、ひるまないですか、王者の印1割。したら勝ちなんですけど。ニトロチャージ !4 倍ドリアーまあ、落ちはしないですね。物理相当硬いですからね。さあ、S が上がり、起点を作るステルスロック、いいだろう。ただしかし、もう一回ニトチャが打てるからな。もっともっと上から叩いてやるぜ。おめえなんか起点なんだよ。ステルスロックを巻きに来て、ドヤ顔で飛行統一に、圧倒しようなんて、そんな甘い考え通用しないぜ。ニトロチャージ！イエス！さあ、S2 段階上昇ドデカバシの、この種ガン6ブラ確定5回当たる王者の印、お前はひるまないことができるのかな。ピカチュー、ピカー、ピカ様で突破しようってか。123の2段階上昇なんで246、強い強いな。え、これは種ガンですよね。種ガンでひたすらひるませていくだけ。まあ、猫玉ある。猫玉ない、落ちるだろ普通に。ピカチュウの耐久なら、イエース、え、二つ、イエース、え、三つ、イエース、えい、どうだ、これがカヒリ様のドデカバシのパワーだ。まあ、この種ガンを耐え切ったところで、さらにそこに 41% のひるみという、とんでもないやつが待ち構えているからな。 41% ですよね、種ガン5回当たったら。さらに種ガンぶちかます。C2 段階上昇を捨てたミロカロスなど出来ではないわ。はい、一つ。結構勝て。二つ。はい、いけ。三つ。
はい。4つ？さあ、アイテムはなんだ？勝ち気だから多分回復アイテムじゃない。さあ、5つ！耐えられるか、微妙に。微妙に耐えられそう。耐えられてからの、ひるんで技が出せない！対戦ありがとうございました。絶望の王者の印。これが、このカヒリパの強さだ。強。はい、対戦よろしくお願いしまーす。いやー、なんかね、すごい今日はものすごくネタパに当たれない日ですね。なんか、だいぶ、レートが上がっちゃってて1100台ぐらいなんで、まあ、そういうことなのかもしれないけど、あんま下が潜ってなさそう感が半端ないですよね。どうしようかな。どうしようかな、あいつ。メガカイロスちょっと考えてますね。メガカイロスを、無動で止めるか、どっちで止めた方がいいんですか？バルジで止めるか無動で止めるか。いや、ま、さすがに無動で止めた方がいいですよね。で、ハピで止まりますね。ハピで止まりますんで、ハピで止まるから、ま、ルチャ入れとくか。なんか、ルチャ入れたくないな、このパーティーにって感じなんですけど、あ、違うわ。だ、踊り鳥じゃなくて、初手黒場から入ればいいんじゃない？初手黒場から入って、ルチャ無動じゃない？これでいいでしょ。対戦お願いします。いや、あのね、なんとなくね、何戦か使ってきて分かったのが、ステロ巻きたいパーティーはマジで絶対初手ステロマンなの。で、プラス、電気タイプが入ってるコケコとかランドじゃなくて、あいつ、ボルトとかは、入ってるパーティーは、間違いなく、そっから来る。だから、初手は、コケコ。うん。でしょうね。で、ここで、こっちはタクじゃないんですけど、向こうはタクに迫られるわけですよ。向こうは、どうしようかな、タク打とうかな。まあでも言うて、クロバットだしな、みたいな感じになって、とりあえず電気技を押してくるんじゃないかなっていう僕の予想ですね。まあ受けられるのが正直ハピぐらいしかいないので、裏に。なので、ここは素直にヘドバックを打ちます。ほら。突っ張ってくるんですよね、なぜか。スカーフ、クロバットは強い。急所に当たってなくても普通に落ちますね。ギャラー。どうすかね、これギャラはまあ普通に氷、何どうしようかな。なんか黒番押さえとくかどうか非常に悩みどころさんですよね。なんか黒番、いや残しといてもいい気はするんですよね。裏ニンフィだったら割と黒番以外で突破が難しいんで、まあちょっと素直に役割をまあ分散させるために 無動投げましょうか。はい、普通に無動投げので、まあ言うて相手の動かし方を勘が A のですね。まあ、裏が最初に出てきてくれると、バンバンザイ。まあ、メガ進化なんで、メガカイロスは切れて、どうですかね。ハピがいるのか。ランドがいるんだったらランドから入ってきてそう感も若干あるんで、なんとも言い難いですけど、氷の牙、なんかちょっとニンフィッシュしますよね、若干ね。若干ニンフィッシュするんで、まあ、ちょっとそういう立ち回りをしていこうかなと思うので、まあ、ここは素直にステロ巻きましょうか。滝、もう昼見にかけてきましたね。龍米持ってたら、龍米打った方がいいので、昼見よりはって感じでしょう。さあ、ただ、まあ、回わないのであれば、こっちも上相当取れるんで、全く問題ないので、まあ、とりあえずは安牌になるまで跳ねれんだかな。滝、もう完全に昼見狙いですね。昼見狙いの滝登り連打、どうだ、跳ね休め通る、オッケー。まあ、流米しない以上は、もう完全に無動で止まりますからね。まあ、あと、後ろのポケモン先見たいかどうかっていうところが一つ難しいんですけど、まあ、ちょっと一発裏見ますか。裏見た方が、相当動きやすさはあるんで、流米、あ、美味しい、じゃあ。まあ、吹き飛ばしがないと読んだか、まあ、ここまで、粘られてどうのこうのですけど、まあ、とりあえずは、まあ、吹き飛ばし目入ってない無動って割とレアなんで、ニンフィちゃんですね、やっぱりね。なかなかこう、難しい部分はあるかなと思いますけど、オッケーですね。さあ、これはあとは、とりあえずは、まあちょっと、ニンフィアの素早さがどこまで振ってるかっていうところがあるんですけど、ただ裏にバックできるかって言われるとちょっとバックしにくいのと、言うてルチャブルにもそれなりに、両方見れるんで、まあ、素直に、立ち回ればいいかな。あ、上取ってて当てるんならか、これ分かったでしょ。これは多分、あれですね、ルチャブルでもニンフィア突破できるんで、エコボ！エコボ？エコボ？ちょっと小声になったぞ、ニンフィア。ま、勝ちですね。まあ、ハイパーボイス打たれてても、エコボがこんなもんなんで、まあ、普通に、ハガツバ確認取れてる以上は、まあ、勝ち確定って感じですね。
まあ、ちなみにハッピーが後ろに出てきたら、まあ、ルチャブルで一掃できるんで大丈夫でしょう。で、ランドが出てきた場合が一番多分このパーティーだときつくって、で、ランドが出てきたら、まあ、上からヘッドバックとかで打ちまくって、ある程度吹き飛ばしまくって、ステレオ スリップ入れて、ラス1、ルチャで突破するみたいな、まあ、そんな感じになるかなと思います。こんなにシンプルに、できるもんなんだな、みたいな。まあ、ハガツバ外しててもって感じだろう。とりあえず、対戦ありがとうございました。綺麗に突破する手段はいくらでもあったと思うので、ハガツバ2連外しぐらいでしたかね。サトシだサトシだ本物だうわぁ、マジか対戦お願いしますえ、めっちゃ嬉しいんだけど、本物のサトシさんじゃないですか。ちょっと握手してください。あれですよね、しかも上都地方のサトシさんですよね。めっちゃ嬉しい。ずっとファンだったんですよ。ずっといつもアニメ見てました、子供の頃。めっちゃ嬉しいんだけど、サトシさんちょっと緊張するな。そんな、いや、本物のサトシさんとまさか会えると思ってなかったんで、ちょっと、いや、僕もヘラクレセトランで対戦したかったんですけど、マジどうしよう、緊張する。ちょっと、すげえ緊張する。どうしよう。めっちゃ緊張するんだけど、ヘラ重くね。ヘラきつい。ヘラきついんだが、ヘラきついんだが、どうしよう。どうしようか。マジ、ちょ、どうするみんな。ちょっと、どうする。落ち着け、どうしよう。とりあえず、とりあえず、むずい。じゃあ、まあ、サトシさんなんで、やっぱルチャブルをね、先頭に投げないとやっぱ失礼だと思うんで、サトシさんにそれ投げて、で、どうしよう。で、ピカ様がきついけど、多分ヘドバクで上から殴ればどうにかなるでしょ。で、ラス1を受けポケがいいんで、バルジーナ。サトシはバルジーナ持ってた、多分。対戦お願いします。やべえ、緊張する、マジで。どうしよう。本物のサトシさんだ。いや、これ真面目にガチで当たってるんですけど。いや、こんなん採用するでしょ。もう今日のサムネ絶対これでしょ、こんなの。絶対やるわ。そんな1戦目、2戦目なんかマジでどうでもいいわレベルなんだけど。いけルチャブルだ。サトシさんだからな、やっぱり。あー、ピカ様だ、やっぱね。やっぱピカ様投げるんですね。さすがサトシさん。さすがサトシさんですね。とりあえずは、ま、先手は取ってるのと、スカーフとか持ってなければ、上からとりあえず一発は殴れるので、まあ、多分最初猫玉かなんかだとは思うんですが、まあ、とりあえずは飛び膝を打ちます。はい。まあ、猫玉ですね。はい。まあ、猫玉で火力見ると、電気玉なのかちょっと微妙なラインですね。もしかしたらタスキなんじゃないかなって気が若干してるんで、これ一回、いやー、でもピカチュウの耐久だったら微妙に耐えられそうだから飛び膝打ちますか。まあ、裏にゴーストポケモンいないし。まあ、通るでしょう、みたいな。飛び膝、なんか若干タスキっぽいよね、って思うんですけど、火力的に。あ。ピカ様ピカ様夜の月、色違いか色違いだ本物だ本物だいやー、マジで超嬉しいさようなら本物のサトシさんだうおーファイナルタイプクラッシュじゃあ、本物のサトシさん、フルボッコだけ。ヘラじゃないのか、ラスイチ。モッティだぞ。モッティだぞ、サトシさん。ヘラだよなだよなヘラくんやべえ、サトシさん、俺のこと知ってるかもしれない、もしかしたら。よし、そうだな。まあ、ヘラだしな。まあ、とりあえず雷パンチ一発入れとくか。言葉じゃ、まあ、どうしようもないですからね。雷パンチ。あ、メガじゃないの？嘘。本当に？ちょ、ガチ。あ、火炎玉！根性ヘラマジ。根性ヘラ、よかった、雷パンチで。言葉だったら死んでる。フェイント！いや、多分フェイント落ちなくね落ちないよ。サトシさん、ヘラの火力、舐めすぎだよ。ヘラ、メガヘラは火力あるけど、うん。だけど、どうしよう。いや、ここはちょっと、ヘラに頑張ってほしいから言葉打つわ。フェイント。いや、だってフェイント落ちないでしょ、それ。落ちないでしょ。あ、落ちた。よかった。よかった。いや、マジか、根性ヘラさんじゃないですか。いや、マジで、ちょ、嬉しいんだけど、どうしよう、何、まあでも一応バルジ君が今日、多分、動画に出てきてないんで、ちょ、バルジ君投げるわ。バルジ君投げて、ノルマ達成ね。で、いや、なんか、挑発打ちたくねえけど、でも挑発打つわ。
おヘラに挑発、やめて、あー強い強い、あーさすがヘラ、さすがヘラ、ヘラクロス強い。はい、ヘラクロスに挑発を打っていく集中。ちょちょ、ヘラ頑張れ、頑張れヘラ、頑張るんだ、根性ヘラは俺、すごい、あれだぞ、応援してる。根性ヘラと、ハチマキヘラは大好きなんで、マジで。マジで、メガヘラも好きですけど、当たる、さすがヘラ、さすが頑張れ、ヘラ頑張れ。頑張れヘラ。サトシさん、ちょっとやっぱさ、3立てしたらさ、さすがにさ、やっぱ失礼じゃないですか。ちゃんと接待してないと。それはだって主人公だから、ちょっと俺もさ、やっぱアニポケ出たいじゃん。アニポケにちょっとこう、ちょっと若干接待したらさ、出してもらえる可能性あるからさ、ちょっとそこはさ、やっぱり、考えた上で、でも、ナメプすると多分、サトシさんはそういうの嫌いだと思うんで、ヘッドバックで勝つ。はい。大さんありがとうございました。オッケー、よし。やったぜ。いやー、嬉しい。めっちゃ嬉しい。いや、これが低レートの魅力なんですよ。有名人とかと会えるから、たまに。しげるさんとかもいたから。いや、嬉しいわ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。明日夜8時から、私、モッティの20歳の誕生日生放送やりたいと思います。まあ、前半は YouTube でケーキでも食べつつ、後半はニコ生に移ってお酒でも飲みつつ、そんな感じでやります。よろしく、あったかくして寝ろよ。